皆さんこんにちは、かずきです。ドギャンもポギャンも中腹がヘッドつたーい翔平です。さあ、来ちゃいました。来ました。今回はですね、僕の翔平の種でですね、課題クリアいたしましたので、私とスタッフ、そしてかずきで念願のお肉食べに来てます。いや、食べに来てますっていうか、はい、一番大事なのは俺がお支払いをしなきゃいけないっていうことでしょ。全部だから私たちは食べに来てます。今日はかずきとは言いません。何？財布と言います。やばやばいって、それは財布と言います。お財布です。パカ。いや、そうなんですよ、はい、で、ここね、あの、西麻布にあります、はい、ギューギューさん、はい、店構えがやばいから、ね、入り口のドアノブ、うん、スワロフスキーだ。さっきさ、2人で同じタイミングでね、つくなりお手洗い行ったんですけど、表記がおしゃれすぎて、どっちが出しとるか分かんない。分かったよ。危うくね、セクハラしちゃうとか。セクハラ、危なかった。今日はとことん食べよ。注文任せるか、完全に。あ、もう最初からそのつもりです。なんで注文決めようとしてたの？いや、だとしてもさ、え、いいんですかとか言ってよ。いや、よかろ、うん、よかろって言いますね。いや、ちょっと顔がどんどん曇り始めてます。飲み物から、はい、頼みますか。とりあえず、あの、1万円以上のやつからにしよう。なんで、ないないない。俺ちょっと車だからアルコールはさ、あ、僕もあの、この後まだ仕事あるんで合間を縫ってこんなご褒美をね、はい、ご褒美をね。一番高いソフトドリンクなんだろう。いい、値段で決めなくていいのよ。センチュリーアップルジュースってある。あ、俺でも肉食べるからちょっと黒ウーロン茶。黒ウーロン茶ね、うん、じゃあ俺あのセンチュリーリンゴジュース。なんでさ、一番下に書いてあるやつ絶対って値段順になってんだから。いや、なんだろう、多分普通にみんなでご飯行くときには絶対に選ばないであろう。まあまあまあ、ワイサートラベンモストブドウジュースってのもある。そっち飲んでみたら。俺、うん、どうせ自分の金だ。いいよ、とりあえず飲んでみる。ワイサートラベンモストブドウジュースと、センチュリーアップルジュース。はい、はい、お願いします。一旦飲み物を、うん、頼んだだけ。頼んだだけ。値段見ないでしょ、多分。まあ見ないけど。いや、なんか見ない方があれでしょ。食べれる分頼もうね。いや、もちろんもちろん。うわ、え、何、何を笑ってるの。これいく、これ。あ、行きたいです。値段見て。行きたいです。早くしてくれよ、腹減ってんだよ、こっちは。ユッケ食べたい。あ、ユッケ。はいはいはい、いいよ。でもこれあるよ、ほら。なあ、俺でも見せてよ。いや、大丈夫。なんで？何ユッケ？トリュフル。だからさ、そのユッケはユッケだけでも美味しいわけやん。いらんもん乗せなくていいの。でも書いてあるってことはうまいことでしょ。まあ、いい店だからね、うん、うわ、すごいわ、マジで。まあ、ギュウギュウのね、箸置きはこんな可愛いよ。で、飲み物来ました、飲み物が、はい、こちらがブドウジュースでございます。はい、ありがとうございます。こちらがリンゴです。はい、こちらお通しのコンソメスープでございます、うん、ありがとうございます。こちらが牛骨の煮こごりでございます。こちらコンソメスープに溶かして召し上がりください。はい、はい、ありがとうございます。これがお通しだって。コンソメスープに、これあのスプーンのそれ入れるの、あの、そう、金粉が乗ってる。何？なんてだ、牛なんつってた。牛なんとかみたいな。言ってないんか。先にちょっと乾杯かしましょうか。はい、期間限定、商品の種、うん、そうね、1月、2000人登録増えまして、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。今日は、存分に、かずきさんから美味しいお肉をごちそうになりたいと思います、はい、召し上がれ。もう値段なんか気にせずお腹いっぱいになるまでいきたいと思いますんで、さあこれからもね、はい、チームかずきの種頑張っていきましょう。乾杯。乾杯。キーキー。おー、す、すごい、めっちゃリンゴ苦味の、おいおい、す、すごい、めっちゃリンゴうまい。1000円ぐらいしてる。1000円ぐらいしてる。うまい。うまい。いや、ほんと？うまい。ほんと？うん、全然肉食えなくなるだけだからいいんだよ。うまい。もう一杯いこう。やべえって、この人マジ。しかもさっき飲んで、うん、美味しいリンゴがあったけど、これブドウだから。え？ブドウ？これブドウだから。そう。ワイサートラベンモストブドウジュース。そうだ。翔平くんの趣旨的にはさ、うん、美味しいご飯を今日お腹いっぱい食べるじゃん、はい、別にお金をいっぱい使わせようじゃない、じゃない、あ、そこだけ気づいて。いや、もちろん美味しいの。じゃあちょっと早速ね。あ、やべ、こぼれちゃった、こぼれちゃったよ。めっちゃうまい。うま、うちのスタッフはこういうとこ来たことないらしい。びっくりすると思う、多分お肉来たら。そうね、確かに。まあうまいよ。まあうまい。それなりにお値段はしますけども。はい、いただきます。お伺いいたします。はい、トリュフユッケ一つと、極上スライスタンと、はい、極上タン、極上タン、
いちいちになんかついてますね、枕言葉が。松阪牛で、はい、エンペラーブリアン。あと、初、ふわふわ卵のタビア添えと、白米、小、ガーリックライス、最高級の卵かけご飯。とりあえず以上で、はい、特上スライスさんが1人前、お肉4枚でございまして、はい、2人前、2人前で、はい、全部8枚でございます。はい、いやー、おい、聞き慣れない名前ばっかったでしょ。ちょっとさ、店員さんの前だからいい子にしてたけどさ、いちいち特上とか極上とか。いや、別に特上じゃないパンとかもあるわけでしょ。ある。もう今名前に踊らされてるよ、ダンサーだけ。いや、そういうことじゃなくて、あれ、特上スライスタンが、タン先からタン元までのタンを丸ごと楽しみくださいだから、多分こうカットじゃなくて、こういうカット、長い方みたいな。ぎゅうぎゅうの演出に、スモークが出る方。あー、まあまあまあ、絵的に美味しいかなと思って。えらいじゃん。いや、考えてるじゃん。えらいじゃん。あ、ちょっと、これ頼みたかった。ちょっと押して。何持ってきた時でいいんじゃない。あ、それでもいいよ、うん、どっちみち頼むから。あ、ナムル食べたい。ちょっと押して。結局、うん、おにぎり、はい、ナムル盛り合わせ、はい、センチュリーアップルジュース。いや、もうバカなんか一口で飲む。すみません、一気に飲んで。いや、楽しみだわ。スタッフはね、ちらっとこう値段見てるけど、やばい、結構えぐいのあるよね。家族いるからね。そうだよね、うん、だから家族の分も食べよう。ふわふわ卵の、あ、卵でございます。あら、え、なんかめっちゃ申し訳なくなってきた。今さら、ふわふわ卵のキャビア添え、どうぞ。いただきます。ちょっとこうキャビアいただいて。これやばいわ。いただきます。うん、まい。こんな朝ごはん毎日食べたいね。食べたい。うまっ。スタッフにはちょっとまだ早いかも。キャビアの量が足りないわ。出す、出さない。うん、はさっきのトリートネットだね。はい、やっぱ続きまして、こちらウニが、はい、きれい。ブルーユッケで、これがウニ。これ20、やばっ。値段ちょっと言っていいですか。1人前で2つっていうので、3個もできますよ。あ、じゃあ書いてあるメニューよりプラスアルファされてる。プラスアルファ1個されてるけど、1人前で2500円。2500円。2500円。これ2つで2500円。なんでちょっとプラスアルファされてるの。多分3000ちょいぐらいっていうかな。マジ、はい、2500円っつったら俺が1回転したぐらい。じゃあいっぱい回転しろ。じゃあこれね、あとあとこれいただいて、ちょっとこれいただきますね。うまい、うまいか。なにこれ。牛の甘みがバーってきたら、食べてる後半にウニがファってくる。うまっ。もう行きたすぎて、もうカメラ気にしながらもう、まだ早いよ、まだ早いよ。よかったね、タッチの金入って。いやいや、これはお礼ですからね、うん、イタリアの。あ、来た。あー、やばいの来た。うーわ、こちら特上スライスパン。何枚あるんですか。8枚。8枚。こんな感じです。でっかー、すごすぎる。こんな感じです。しかもめっちゃ綺麗だね。タンじゃないのよ、うん、タンなのよ。こちらの特上スライスパン、トロロとご一緒にお召し上がりいただけるんですけど、じゃその前にちょっとトリュフユッケいただきますけど。うわ、贅沢。やばい、トリュフってあんま食べたことないですよ。いただきます。これうまいわ。うまいというのを横目に今、うん、パンスライスが焼かれてる。やば、うまそうすぎるわ。いただきますよ。いただきます。やばい、やばい。この後、翔平が最大の一言。非常に美味しいです。ありがとうございます。
いや普通かい。いや、すごすぎる。とろろの味付けがまあうまい。幸せです僕。もう行っちゃいます贅沢に。行って。どうせ財布のお金だし。食感がすごい。すごいよね。うん、で、カズキのガーリックライスが。思ったよりしっかりしたガーリックうわ湯気見える。見えるよ。うまい。ごめんうまいしか言えない。ほら、最高級の卵ご飯かけます。これ卵入ってるんです。入ってる。食べて。うわ金粉。上品やわー、カズキの種。急に上品なチャンネル。これじゃちょっと混ぜて。うーわー。うまい。まだまだ。そうまだ食べたんだ。結構いったから喉が。すいません、はい、センチュリーアップルジュース持ちました。なんか誰も喋らなくなるのやめて。普通にお食事に行ってるわけだから一個一個こう美味しくて濃厚だからさ、結構すぐお腹いっぱいになっちゃう。今頼んだだけでも結構な額よね。もう俺リンゴジュースだけで3000円くらいついてる。かっけえリンゴジュースまた来た。はい、以上なんで。うわー、こちらのお肉はですね、お客様のお好みの焼き加減の焼きになってからお持ち帰りくださいませ。じゃあもう焼かせていただきます。あ、お願いします。はい、こういうの翔平くんね、毎回やってくるんだね。うまそうすぎるわ。いいお肉ってもう雰囲気が全然違うの。違う。いただきます。はい。ねえねえねえ、すごい。なにこれ。いやいや、なにこれだね。本当にめっちゃ美味しい。めっちゃうまいね。リンゴジュース3杯がここに来て効いてるな。ほらだろ。バカめ。もっともっと頑張ってさ、当たり前に来れるようになろうぜ。いや俺らはいつまで経っても松屋とかでいいよ。これはたまにね、そう特別な日に来るからいいんだろ。そうだからまた特別な日に来ようよ。次は翔平くんのおごりで来よう。何かをこじつけろ、うまく。いや、うまく。で俺達成したらおごりだから。デザートもあるからね。でもあえてデザートは外出てコンビニでさ、チョコモナカジャンボとかやってんじゃん。高級マスクメロンある。今日車で来たけど帰りは徒歩かもね。車を売って徒歩で帰るっていう選択肢が必要かもしれない。いつかずきのチャンネルの機材を一回売り払うって感じ。いや悲しい、このカメラ。そうそうそう、これもう俺大好きなんよこのカメラ。そう、ベラブリアン、ベラブリアン来たー。やば、このお肉にですね、これから金粉の方を探してみます。あらあら、いいですね。うわー綺麗ー、たまやすごい。なんかスローモーションみたいに見えるわ、金粉の舞い方が。今のお肉も焼きさせていただきますね。はい、はい、はい、同じやつ、リンゴジュース。うわーすごい。うわー綺麗。朝綺麗よ、今日も綺麗。すごい。これはあなたただで食べるのよ。この肌になりたい。この肌になりたい。この肉汁を肌に塗りたくない。潤いね。乾杯。教育じゃよくない。教育じゃよくない。じゃ同じ飲み物一つもらってもいいですか。確かに。はい、リンゴジュース、はい、一応二つもらってもいいですか。確かに。費用の値段じゃないんだ。これです。うわもう切れ目が綺麗。トリュフ塩、はい、エンペラ、エンペラ行ってください。ありがとうございます。やばい、切れフス、切れフス、切れフス。1本ぐらい当たるよ、1本とね。いただきます。うん、これがいくらだったんだろうって思いながら俺はずっと食べてる。お食事もあってデザートが必要なので、デザート頼みます。高級マスクメロン3つ、3つで1つもあります。アイスのラムネ、ラムネが1つで、あ、来た来た。そうすると、手直します。
しいところも考えさせていただきます。ありがとうございます。サバジュのヒレでございますね。わ続きまして、初のサバジュでございます。いやもう合計金額もそうだし、一個一個の金額がどんぐらいなのか全然わからない。俺結構ベストチョイスしてると思う。一番頼んだメニューの中で高かったのはエンペラー。エンペラー、あ、もうダントツ、ダントツぶっちぎりエンペラー、ぶっちぎりエンペラー。いや俺はさ、あのこの企画を出した時にさ、あの美味しいご飯をおごりますって言ったじゃん、うん、メインが美味しいお飲み物になっちゃって今度さ、なんか企画あった時さ、あんまり知らないのよこういう焼肉屋さん、うん、ぜひあのこの動画のコメントで教えてほしいね。次はここ、ね、ここ行ってくださいみたいな、予算5万円以上みたいな。まあまあそうね変な予算だな、以上いただきます。食べて食べて、うん、確かにお上品。これラストですね。ラスト撮影許可取ってるから撮影してるのは知らないけどさ、うん、あんま YouTuber だろうなと思ってさ、うん、俺らの本当の職業ってさ、うん、聞いたらなんて答えるの、この見た目で、うん、職業とかでダンサーって一発言われたことないの？あんまないね。あのミュージシャンの方が言われる。俺アパレルとか、うん、ちなみに1個ちょっと質問があるんですけど、あの僕ら職業何に見えますか？これ YouTube やってるんですけど、はいはい、本来の仕事があるんですよ。美容師。ああ、じゃあ一度お戻りください。モヤモヤしたまま行かれる。うわー、うまそうでございます。ありがとうございます。メロンやばい、ちょっと見たい。ほらということでね、あの西麻布からお送りしておりますダンサーの知名度検証。お前はスーパーで買ったやつじゃないんだぞ。おいや、うまい、うん、だる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 。メロンの値段だけ言って、うまっ。1800円。たっか1800円、8秒。やばうん、はい、じゃあもうすぐ行きゃ、すぐ行きゃ、すぐ行きゃ、なんでよ、すぐ行きゃ、うん、うまいから。はいはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかそんな言うほど言ってないと思う。想定内ちょっとオーバーした。うん想定よりこれが自分の身に降りかかると思ったらちょっと怖い。じゃあ本日の、はい、お会計どうぞ。76,830円。高い高い。あのエンペラーの値段見てください。あ、やばい、大きい声出した。え、あれで、あれでって言ったらあれだけど、一人こんなもんよ。はい、2万。2万、はい、払うからね、あーだこで言ってもしょうがないんだけど、行、うん、ったね、結構行ったね。世界的ダンサーとか俺自分の口が言っちゃってるからさ、はい、言うってそんなの余裕でしょとか思うかもしんないけど、余裕じゃないよ普通に余裕じゃないよ。いやでも美味しかったね、本当に。いや美味しかった、本当に美味しかった。翔平の種ね、期間限定やって2000人登録者数が増えて、はい、他皆さんのおかげでこの企画の勝利者ということになり、和樹がおごるという形で今回美味しいご飯をごちそうになりました。見ていていかがでしたでしょうかお腹が空いてきたんじゃないでしょうか。そうですね、なんでまた次はね、さらなるいい店を目指して、さらなるワイン、このレベルの、あの十分高いから、うん、もう足踏みしててとったらいいって。ごちそうさまでした。いえいえ、ごちそうさまでした。1月の本当商品のための期間ありがとうございました。3人で頑張っていきましょう、これから。頑張った甲斐がありましたよ。たまにはこういうね。そうですね、まあ、基本は踊ってるんでね、はい、この動画から初めて和樹の種を見たよっていう変わった方がいらっしゃいましたら、変わった方がいらっしゃいましたら、ぜひね、ダンスの動画見ていただいて、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いいたします。それではまた次回の動画で、せーの、和樹の種、ゆうじゅう、うまい。